7番の説明をします。酸素負荷がありまして、ね、抵抗ですね。で、今線電流が10アンペア流れたと。それで、線路のですね、電力損失は何ぼかっていうことです。これ電力損失ワットでありますからね、これ P ですね、P イコールしたがって、I 事乗の R でこう出せますよね。でまず抵抗を出す必要があります。電流はもう出てますんでね、抵抗ですね、それで、ですね、一線のですね、抵抗ですね、これをですね R オームですね、これ、20メーターですから、したがって、長さがですね、20メーターで、メーターあたりですね、メーターあたりの単位長ですね、メーター単位長の抵抗がですね、0.01 ですね、オームなのでですね、R イコールですね、20m× 0.01 オームですね、 1m あたりこうなります、はい、そうするとこれとこれがこう訳せますんでね、はい、そうするとこれは 20×0.01 オームとこうなります。で、まあこれはですね、こうかけてですね、20の小数が2つあります。1でこう0.2オームですね。こうするか、あるいはですね、あるいは、20×100 分の1ですね。で、これをですね、100分の20オームと。まあ、これでもいいんですけどね。はい、それじゃあですね、次が一線のですね、一線の、電力損失ですね、スモール P ですね、スモール P ワットとするとですね、スモール P は I 事乗の R になりますから、10の事乗かけ、0.2 ですね、はい、そうすると100かけ 0.2 で2書いて0が2つで小数1つでこうですね、はい、20ワット。あるいはですね、こういう手もあるんですね。今もこれでね、置いておきましたんで、10の事乗かけ100分の20ですね。これは100かけ100分の20で、こういちいち訳せますんでね。で、これ20ワット。こういう計算もできます。この場合ね。そうするとですね、3線ですね。の電力損失ですね、ラージ P ですね、ワットは、ラージ P は3本線ありますんでね、3倍のスモール P とこうなります。そうすると 3×20 ですね、60ワットとこうなります。